2019年国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された辰野城下町。その礎は脇坂家5万3000石の200年に及ぶ治世にあります。脇坂家の初代脇坂安春は賤ヶ岳合戦で活躍した七本槍の一人として知られます。伊予座根花大と下山くれない糸おどし道丸具足。脇坂安春が豊臣秀吉から拝領したと言われる鎧です。胴体の周囲を覆う胴丸具足です。鉄製で左右の端を少し重ねて閉じ合わせる伊予座根を花ナイトで通しています。腰からももを守る草釣りといわれる下山は紅糸で綴り合わせています。肩と腕を守る袖は統制袖、上部が花大糸、下部が紅糸で通されています。腕を守る重要な小具足の小手は3本ずつ小手です。背中には刺し物を刺すのに用いるがったり旗受けが残っています。すねを守るすね当て、毛靴も揃う統制具足です。胸板や綿紙、押し付けの板にも霧や菊、わちがいもん、からじし、雲竜などの金蒔絵が施されており、桃山時代の高級かつ華麗な具足として大変貴重なものです。この変わり兜は上部には鬼神の冠を模した飾り物が乗り、左右には唐冠に特徴的な鋭が張り出しています。さらに真後ろにも鋭が垂れており、日本の公家装束の冠に付属しているものです。まさに城下町に伝わった宝物です。